死ゆう賀新グループナンバー i イ号流東部が注目する若手アーティストたちの未来。芸能界における新たな動きが10月15日の夕方に発表された。滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、トベトゥービーは公式 YouTube チャンネルを通じて待望の発表を行った。 岸優太さんが平野耀さんと神宮寺優太さんと共に新しいグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイでの活動を開始するとの報告があった。10月15日午後6時半、東京ドーム、東京都文京区から行われた生配信は多くのファンにとって待ち望まれた瞬間となった。岸優太さんは笑顔で新しいグループの名前を誇らしげに発表した。 これにより、彼のファンだけでなく、日本国内外の多くの音楽愛好家が新しいグループに対する期待を高めている。ナンバー・ I というグループ名は、その独創性とユニークさから、すでに SNS 上で多くの議論を巻き起こしている。岸優太さんはこの名前について、愛私たちの愛です。そして、数字の1は、 一つになって新しいステージに挑戦していくという私たちの決意を表しています、と語った。平野志耀さんと神宮寺勇太さんも同じく興奮を隠せない様子で、今後のグループ活動についての意気込みを語った。平野志耀さんは、僕たちは今まで以上に一丸となって、新しい音楽とパフォーマンスを届けていきたいと思います。 とコメントし、神宮寺ゆ太さんも新たな挑戦に向けて、これまで以上に精一杯努力していきたいと思います。ファンの皆さんには新しい私たちの姿を楽しみにしていてほしいです。と熱い思いを伝えた。これにより、今後のナンバーアイの活動に対する期待感が高まっているのは明らかだ。とべは、若手アーティストたちが才能を開花させ、 多様な音楽シーンに貢献することを目指しており、その取り組みが注目を集めている。岸優太さん、平野志耀さん、神宮寺優太さんという3人のアーティストが一堂に会し、新たなグループを形成することで、日本の音楽界に新たな息吹をもたらすことが期待されている。戸部の広報担当者は、岸優太さん。 平野耀さん、神宮寺勇太さんはそれぞれ独自の才能を持ち合わせています。彼らが一つのグループとして活動することで新たなる可能性が広がることは間違いありません。戸部は彼らの活動を全力でサポートし、彼らが持つ個々の魅力を最大限に引き出すよう取り組んでいきます、とコメントした。 トベの公式 YouTube チャンネルの登録者数は急速に増加しており、岸優太さん、平野紫陽さん、ジング優ジさんの新しいグループに対する関心が高まっていることを物語っている。新しいグループ、ナンバーアイの活動についての詳細な情報は、 今後、飛べの公式 SNS アカウントや公式ウェブサイトで発信される予定であり、多くのファンがこれらの情報に注目していることは間違いないだろう。飛べが士優太さん、平野耀さん、神宮寺優太さんの3人を新たなグループ、ナンバーアイとして合流させる発表は、日本のエンターテイメント業界に大きな話題を提供した。 彼らの活動に対する期待と関心は高まるばかりであり、トベがこれからも彼らの成長を支え、才能を引き出すために全力で取り組んでいくことは明らかだ。今後の彼らの活動に注目が集まり、日本の音楽シーンに新たな息吹をもたらすことが期待される。